いていいですか、こんな企画を用意しました。お、題してジェスチャー当然ジェスチャー、はい、何もなかったの。何もない。ないんだ。ないっす。はい、はい、この企画でございますけれども、はい、我々がですね、うん、与えられたお題を、ジェスチャーで表現します。ちょっと待って、急に何このコーナー全然進撃の巨人関係なくない。何ジェスチャー、ここからちょっと説明していく中に、ちょっと出てくるんで。ヒントあります。ヒントあります。はい、はい、もうしばらくお待ちください。わかりました。はい、相手にどんなお題だったのかを、当ててもらうゲームでございますね。はい、うん、はい、まあ、ジェスチャーゲーム皆さんご存知だと思いますけれども、うん、お題が魚だったら魚のジェスチャーをして相手に当ててもらう。ただそれだけでございます。今のところヒントないですね。普通ですね、ここまだジェスチャーの部分です。ははの巨人がこれから出ての巨人部分が今から来るんですか。出ます。はい、やり方説明します。我々が一人ずつ与えられたお題をジェスチャーで相手に伝えます。はあ、普通は喋ってはいけませんが、うん、ここからですよ。このゲームはなんと、うん、特別に巨人のうめき声を上げても OK です。明日巨人ここ巨人の部分。はい、そうです。ごめんなさい、俺も盛り上げるだけ盛り上げてるからここかよっていうね。しかも巨人のうめき声なんですか。うめき声です。獣の巨人のダメです。じゃないの。あれはもうほぼ、言葉を話しているという形になって。言葉ダメなの。ダメです。いる、それじゃあ。基本的にだから要するに普通の巨人ですね。一般的な巨人です。一般的な巨人になるともはや声も出さない可能性もありますけど。そうだね、うん、そういえばそうだったね。エレン巨人とかエレン巨人かな。ユミル巨人うっすら喋れますから、ね、だからエレン巨人にしましょう。そしたら俺頑張って喋れるエレン巨人をやる。まだそんなの原作でやってないだろ原作変えんねえバカ郎。わかりました。はい、はい、ご理解いただきました。本当にありがとうございます。しょうがないから。はい、さあということで、ジェスチャータイムは1人20秒となっております。うん、ジェスチャーを見た後、うん、相手は答えをスケッチブックに書いて正解を目指すということになります。はい、こちらですね、それぞれ2問ずつ、1人2問ずつですね。お、全4問となっておりまして、お、2人で2問正解することができたら OK です。あ、仲間なんだ。仲間だから協力し合うってことですね。あ、じゃあ頑張って当てるって感じ、ね、そういうことですね。はい、もし2問正解できなかったら罰ゲームが待っていると。え、何、罰があるんですか。罰があります。なんで罰を受けるんですか。それは僕に聞かないでください。まあ、罰いいでしょう。罰でいいですか。ご褒美はないんですか。ご褒美はないんですか。ご褒美はないです。すごい今、ディレクターが思いっきり息を吸いましたよ。分かりやすい息の吸い方でしたね今ね。うん、ダメかなみたいな言い方をしようって多分したんでしょうね、本当にね。あとであいつの眼鏡割ります。優しい。みんなでまさにゲスの巨人。違うわ、なんだゲスの巨人で逆に知りてえわ。あ、そっか、違うか。はい、ちなみにお題ですが、基本的に、何々をしている〇〇みたいなものになっているそうです。要するに当てなければいけない項目はだいたい2つ以上ってことですね。 そいつだけじゃダメなんですね。だけじゃダメってことなんですね。何々のそいつをまで当てなきゃいけないんですね。そういうことですね。わかりました。はい、ということでございます。はい、じゃあどっちからやる。じゃあじゃんけんしましょう。はい、最初はグーじゃんけんほい。なあ、いや、なあって言ったけどこれ別に順番とかどうでもいいね。結果やるんから、うんうん、じゃあ、うん、俺から、うん、動きます。オッケー、ジェスチャーします。オッケー、はい、オッケー。ここに封筒が4つあるんで、はい、お題が入ってるんで、はい、1つ選んでください。はい、選びます。じゃあ私は目をつむればいいんですね。はい、よし、目をつむるぞ。これむずくない？何？ごめん、今全然見てなかった。これどう表現すんの？何？まあ、何って聞いて答えるわけない。これむずいよ。はい、大丈夫？はい、オッケー。じゃあ取るよ。はいはい、取るよ。手は、うん、手は、はい、はずはいはい、うん、ちょっと待ってくれよ。さ、ラインライブのプロたちよ、時間差で俺今見えちゃったんだよな。そうなんだよ。どうなってんだよ。さあ気をつけようぜ。さ、もう少し、いや、ちょっと待ってくださいくらい言えよ。もう今なんかもう一瞬、あ、見ちゃいけないものと思ったけど、そう、俺たちが、うん、全力でこの茶番に乗ろうとしているにもかかわらず、お前らライブのスタッフによって潰されたこの気持ち、まさにゲスの違う。違うんですか。違うんですか。それは違うけど。あれ、おかしい。でもどうする、これ見えちゃったんでしょ。見えちゃったよな。とりあえず一回やってみっか。ええ、うん、うん、
一問ずつにするで、で一問でも正解すればよし、わかりました。今の問題はもうなしです。一応やってみましょうか。じゃあ時間変わんねえじゃない。なんだあいつ、なんでおかしなこと言ってんだよ。なんだよ、時間は結局どっちなんだよ。じゃあ俺から言いますよ、もう一回ね。分かった、よし、はい、もう見ないでくださいね。見ない、もうしばらく画面も、もうしばらく画面見ない。はい、なんだろう、俺はずっと目をつむっている。はい、よし、はい、さっきよりはまだマシな感じはしますかね。なんだよ。ちなみにさっきの正解さ、あれだろ、唐揚げを作ってる下野紘だろ。違う。え嘘、違う。あ、違った。はい、じゃあ今お題を見せまして、あ、消えましたね。はい、いい、はい、なので皆さんもコメントで答え書かないようにしてくださいね。コメント早いから見えないと思うけどね。うん、まあ見ないでくださいね、そっち。はい、はい、じゃあ目開けるよ。はいはい、よし、うん、はい、じゃあそれじゃあいきますよ。はい、それではカジ君によるジェスチャーの巨人スタート。うん、おう、うん、力こう、うん、違う、うん、うん、うん、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、分かったぞ、分かったぞ。え、待って、うん、なんだなんだなんだ、ちょっと待って、わかんねえ、ちょっと待って、一つは分かったけど、ちょっと待って、なんだ、どうですか皆さん、なんかこういうことですよね。この現場からはすごいいい評価を、でも誰だ、評価いただいてますけども、どうでした皆さんね、えこれ、あ、ちょっと時差が、なんか時差増えてない、間違えちゃった。さっきより俺過去の自分に話しかけてる気がするけど、だなんかおかし、時空歪んでない、大丈夫、なんだ、あ、でも皆さんもよかった、なんだっけ、いい評価をくださってるみたいですね。あー、そうか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 、オッケー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 、マジで多分分かった、本当ですか、オッケー、はい、それでは、答えを見せてください、オープン、はい、心臓を捧げられないコニー、お、いい、これいいですよね、正解、正解はこちら、心臓を捧げないコニー、おー、合ってますよね、やったー、やっぱりか、だからこっちだったんだ、そう、今一瞬あれ待って、エレンじゃないなと思って、ちゃんとそこもね考えてやってますから、さすが、これだからちゃんとね、やっぱ当てる方の予想空力も大事だし、ね、ジェスチャーの方のね分かりやすさも大事ですから、うん、じゃ あとりあえずもうクリアしてます、意味ねえじゃん、絶対最初不正解にさせたかったはずなのに、うん、じゃあ次正解できなかったら罰ゲームしましょうか。はぁ、次正解できなかったら罰ゲーム、おかしいだろそんな、何その後出しじゃんけんみたいなやつ、あとね多分ね正解しても罰ゲームだと思う。そもそも2問正解で、ね、そもそもじゃないわ、このシステムに気づかないという。もうやんないわ、もういいよ、分かった、大丈夫、ありがとう、うん、あの喉大切にして、そうね、オッケー、よし、じゃあ行きますよ、はいはいはい、あ、ちょ、待って、そうだよ、うん、はいはい、これむずいぞ、あ、むずいんだ、これむずいよね、これさ、どうしよう、え、そんなに、なんだろう、なんだろう、途中まではまだいいよ、途中まではなんだろうな、どうしたらいいんだろう、もう、OK、はい、やってみましょうか、はい、うん、はい、まだですよ、まだです、はいはい、もうちょっと、もうちょっと後かな、もうちょっと後だね、うん、まあ多分大丈夫だと思うけど、時差増えてない、絶対さっきより遡ってる、はい、あ、オッケー、もうオッケーだと思います、いいすか、はい、もう封筒に入れてますから大丈夫です、はい、オッケーです、さあ、うん、行くか、はい、オッケー、じゃあ行きますよ、志村さんのジェスチャーの巨人スタート。それ何？何？いや、その辺は。それ何？これ何？
お前、いや、うん、合ってんのかな、合ってるかな、大丈夫かな、これ俺大丈夫かな、人として大丈夫かな、自分の出来栄えはどうなんですか。自分の出来栄えはそうね、途中までは 90% はいけてんじゃねえかなと思ってる。お、本当、うん、これ皆さんのリアクションどうですか。うん、可愛いばっかりだね。かわいい、かわいくても合ってるかがね、まあ、そうだね、そこだね、問題はね、うん、はい、いいですか。じゃあいいですか。はい、はい、それではお見せください。こちら、じゃん、巨人化しようとしたけど猫化してしまったカジ。これいいんじゃないの、これいいんじゃないの。そう、巨人になろうと手を噛んだら猫になったカジユウキ。お、いいんじゃないですか。正解、やったやったね、すごい、最後のこれね。やっぱよかったよかった、うん、さすがやな。でもちょっといやいや、それありなのかなって思ったけど、それもうジェスチャーじゃないじゃん。なんかもう俺最初なんかあれ原監督かなって思っちゃったんだよね、その巨人つながりだし。ああみたいな。でも巨人化しようとしたら原辰徳監督になってしまった、元監督になって、猫になりかけてる原辰徳。余計ややこしい感じになっちゃいましたけど。そうだね、これでも結果的に2問正解ということで、うん、罰ゲームなし、 本当やった、そんなことあんだ。それでいいの。何、じゃあ一応罰ゲームはですね、はい、まあ言うだけですよ。はい、罰ゲームはこちら。超大型しっぺ。何それ。もう手だけ巨人化するんですか。そう、私もねそうだと思ったんですけども、うん、超大型しっぺですよ、うん、超大型しっぺです。しっぺってこうやらないよね、うん、こうじゃないよね。そう、こうじゃないよね、うんうん、しっぺです。うん、は見たい。え、しっぺ、これ今ね、しっぺかキスって書いてあるよ。関係ないじゃん。バカじゃねえのか。おかしいだろ、おじさん二人がキスするってよ。これ、ね、え、どっちがどっちにやんの。お互いにやったし、それぞれやんの。ね、待って、罰ゲーム開始したんでしょ。じゃあキスかしっぺがどっちがいいか決めてください。いや、そう、しっぺだろそんなの。なんでだよ。どうした。血迷った。何があったの。まあ、皆さんは、まあ、キスって書くすごい勢いでキスって書いてるぞ。おい、なんで速度急に上がったんだよ、コメントの。びっくりするわ。あかんやろ、あかんやろ。コメント欄狂ってるわ。そう、こんなに画面にキスが溢れてるね。日本は平和ですわ。すげえ勢いで来てるよ。速度がおかしいよ。みんな、すごいな、みんな落ち着いて。よし、いっぺな。おお、待って、おいおい、折れてんだろ、おい、折れてんだろ、おい、よし、何よ、よしじゃねえよ、待って、何よ、何の、怖い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 、何がよしなの。え、こうですよね。え、ここ。あ、ビンタになっちゃうか。ビンタになっちゃうよ。しっぺだから、こうですよね。音え、違うんですか。嘘でしょ。え、まだキスって書いてる。どうなってんだよ。もう今この流れしっぺだから。あ、待って、いいよ、これ痛いのかな、分からん、いきますよ、うん、せーの、いや、しっぺだからさ、こうなっちゃったらダメじゃん。まあそうだよな。そう、でもこれ楽しいの、これ。この罰ゲームどうやったら盛り上がるの。は、いや、雰囲気はキスくっついてたからじゃねえ。なんかそれが盛り上がると思ったのに。ごめんなさい。まさに下スの極み。さあ、ということでね、イエーイイエーイ。
よ、やろう。なんだこれ。いいのこれで。これでいいの？じゃあ、なんだこのゲームと罰ゲーム考えたやつは。もうちょっと考えろ。そしてご褒美をなるべくくれ。キスの流れがごめんなさいってどういうこと？いつまで言ってんだよ。みんなもいつまで書いてんだよ。早いんだよ、さっきからずっとさ。コメントおかしいだろう。もう終わります。以上。そんなもんは回ってないとこですんな、バカ野郎。早く、もうカメラ切れ。終わり。はい、暗転。以上、ジェスチャーの巨人でした。危ねえ、見られちゃうとこだった。続いてはこちら、現在公開可能な情報。イエイ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 。